でこちらは少しね色ムラというかグラデーションを意識しつつ、塗装をやっていきます。ということで、とりあえずではありますけれども、エアブラシを使った塗装はね、一段落となりました。それではスミレをやっていこうと思うんですけれども、今回使うのはこちらのね、ジャーマングレーです。エナメル塗料のジャーマングレーを使って、スミレをやっていきます。溶剤でかなり薄めたジャーマングレーのね、塗料をこのパネルラインにさっとね、流し込んでいきます。で、かなりはみ出てはいますけれども、これはね、後で拭き取りますので、全く問題はないですね。で僕はこの墨入れのね作業が、まあ、実はこう塗装の中で一番好きな作業だったりして、このまあ、パネルラインにねこう塗料を流し込んでいくっていうのはまあまあ普通にこうね、流し込んで線をこう強調していくんですけれども、この後の拭き取り方で、線をねきっちり残して拭き取るのもいいですし、ちょっと線をぼかしてみたりとか、あとこう拭き取り跡をこうなんかね拭き取り跡で少しねこうウェザリング風にこう汚してみたりっていうこともできたりと、拭き取り方をちょっと変えるだけでも塗装の雰囲気がねガラッと変わってきたりもねするんですよね。で僕は結構周りにねこうなじませながらというかにじませながら拭き取っていくので、がっつりねこういう風にこうはみ出てしまう感じに、もう流し込んで、もうこうやって滲んじゃってもね、全然 OK なんですよね。これをまたちょっとこうウェザリング風味にこうまあ、馴染ませていくというか、こうこの拭き取り跡を残していくような感じにやっていこうと思うので、もう大胆にね、流し込んでいきます。でこのパネルラインも一回ね、タガネで掘り直してますので、塗料がねスッと流れ込んでくれるんですよね。結構深めに溝は掘ってますので、まあ、塗料もね、結構流れやすかったりしますね。それでは墨入れした塗料が乾きましたので、こちらねはみ出た部分綿棒で拭き取っていくんですけれども、溶剤をね、綿棒にちょっとね含ませて、そしてささっと拭き取っていくんですけれども、まあ、全部拭き取るという感じではなくて、この周りにね少しこう馴染ませていくような感じで拭き取っていきたいと思います。まあ、しっかりとね、まあ、滲ませてっていうわけではないんですけれども、ほんの少しね、ちょっとこう、色の濃淡、まあ、エアブラシの塗装でグラデーションの塗装にはしてるんですけれども、まあ、さらにもうちょっとね、こう、ランダムにというか、ムラができるような雰囲気で、拭き取っていこうと思います。スミレ塗料の拭き取りが完了しましたので、まあ、全部ではないですけれども一部ですね、ちょっと組み立ててみて全体のね、雰囲気を確認したいと思います。とりあえず一部組み立ててこんな感じになりました。で噴射口のところはね、まだ全然なんですけれども、とりあえず、こんな感じですね、塗装して初めてね、組み直しましたけれども、これでね全体の雰囲気はつかめてきましたね。そしてこの、噴射口の部分ですね、こちらを組み立てる前に、デカールですね、専用のデカールはないんですが、以前購入したこちらのデカールを使って、まあ、連邦軍のね、エンブレムとね、貼り付けていこうと思います。なんとなくデカールを貼ってこんな感じになりました。で準備したね、この感染、モデル用だけではなくて、まあ、これだとねちょっとバリエーションがね少なかったので、他の、まあ使ってなかった余ってたデカールともねいろいろ貼って、こんな感じですね。
で、この後は、デカール貼った部分と、あと塗装した部分のね、ツヤの感じに、若干差があったりしますので、全体的にね、ツヤ消しになるように、クリアのね、コーティングをやりたいと思います。ということで、艶消しのコーティングも、完了して、あと噴射口のパーツね、組み立ててなかったですけれども、そこもね、こう差し込んで、ジェットコアブースター、無事に完成しました。で、パーツは少なくてね、結構単純な作りだったんですけれども、やっぱり塗装して作るとね、そこそこ、こう重量感も出ていい感じに仕上がってはくれますよね。でもやっぱり完成したのをね、こう改めて見ると、完成した達成感っていうのもね、あるにはあるんですけれども、やっぱりね、反省点の方がね、多くバワッとこう頭の中にね、浮かんできてしまって、なかなかね、自分でね、こうできたっていう感じにはね、いつもならないんですけれども、まあまあとりあえずね、全塗装でこんな感じでね、作業完了ということですね。で、一応この完成品はですね、別でまた撮影もしてますので、その様子はね、次回の動画でね、お伝えしようと思います。で、この、完成したね、ジェットコアブースターなんですけれども、一応ね、自分の中で、点数をつけるとしたらどのくらいかな。いろいろね、細かいところをね、ここをやりきれなかったなっていうところもあるので、自己採点ですね。単純にこのキットの、点数とかではなくて、自分の、作業の点数としてはね、60点という感じでしょうね。もうちょっとね、ここをこうしておけばっていうところがね、やっぱり何箇所もね、あるので、作業としては60点ぐらいだったんじゃないでしょうかね。こんな感じになりましたけれども、無事にね、ジェットコアブースター完成ということになりました。